高台の畑野でございます。あの私昨年度のこのようなあの会に出席できませんでしたので、あのウェブに上がったあの坂内先生と横山さんの動画を食い入るようにあの, <laughs> あの何度も何度もあの拝見しました。なので非常に今日はあのこれがアップされるということで非常に緊張してますし責任が重大だと感じます。あの私はあのこのような時代でえっ、ー、と再生態、えー、磁気センサー用のシステムの創出、それをナノエレク 使ってやるということで提案させていただきました。何しろですね。レイヤー間のえっと連携っていうのは私が望むところでして、それを一気にこう痛感するようなチームを作りました。まあ、企業の方も入っています。 それで本日はですねテーマの設定の仕方とチーム編成そしてデモンストレーションと目標計画の定量化そして共同設備の活用であの、まあ、半年間の教訓みたいなものをお話ししたいと思いますあの私ですねあのあの他の方と違ってあの、まあ、リーンスタートというか少し少ない額の予算のスタートでしてでもそれでも非常にチームも結成できスタートできて非常に感謝してます、まあ、そうですので、まあ、あまり参考にならないかもしれませんけれどもお聞きください であの最初にまずその革新的ナノエレの創生というお題でしたのでまずナノエレの新展開によるイノベーションの創生 とということとナノイレ特有の新しい物性と機能の検証と応用というところにフォーカスして考えましたそこでまた社会と産業界のニーズをいろいろヒアリングしたところ LSI で培われた技術を医療応用とか社会インフラに提案したいと特に今回ルネサスさんが入ってますけれどもマイコンなどを新しいところに展開したいという強いニーズがありましたただし治療技術は縫製のハードルが高いのでできれば非品種の計測であれば応用 広く共同研究ができるというような企業がいくつかございましたであとは私の思いで教育的効果で学生が えっと、少しデバイスが最近あのかつてよりも人気が下がってましてでそれをまたこう盛り上げるには主体的なテーマになれるテーマそしての融合の大切さを学びさせる機会がこれによって作れればいいなと思って提案した次第です。また栄養感の融合も新しい技術や価値の創生ということにつながると、まあ、強く意識していましたのであの、えっと、非常にこのクレストが魅力的に感じました。そそこここででののののの名乗入れのこちらの側の重要な基盤技術のところですが モンドのの魅力というものを感じていまして、まし室温大気中で現れる極低温に物性それ量子効果がダイヤモンドでは室温で現れるということを使ったものをセンサーとして使おうとでそれを強みの技術としてはナノ入れパワーエレの技術に基づくデバイス適用ということを考えて提案いたしました。 で、実際のテーマの設定のゴールは、ここに示しますように、まあ、これらのダイヤモンドセンサーを実現して、将来的には、この生物、医療、情報処理を融合するような内例や、LSI 検査や、まあ、環境計測などに適用したいというふうに考えておりまして、あの、クレストが終わる頃には、このセンサーのモジュール、プロトを、まあ、こちらに示します、ー知のものを実現したいと考えています。 そ,れでまあ、その時の,あの詳しくは説明しませんがナノエレのっとになる物理は室温大気中で十分に長いスピン緩和時間を有している個体で唯一の体質スピンを操作できる完結可能なこのダイヤモンド中の窒素、えー、と,と空港のセンターというのを活用しました。 それができますとここが私が多分十分なあの予算をいただかなかった理由で何が既存のものと違うかというところが私が上手に説明できなかったんですね。であの採択されてから横山さんに「これじゃない」っていうふうにあのあとサジェッションを受けましてこれを言えば多分もう少し予算が ついたかもしれませんが、スクイットに比べてのやっぱり優位性というのがなかなか私が言い切れなかったというところがあります。でもこの技術を用いますと二次元イメージングセンサー、つまり、すな,なわち ESR のイメージングができる、あの CCD の実製版というものができるということが大きな特徴です。ですので、それを、えー、と向けて二次元のセンサーというものを、えー、開発してまいります。 入っております。で、ちょっとあそれとですね、あと世界の情勢がどうなっているかということをこの際ベンチマークしました。実はアメリカとかあの欧州で大きなプロジェクトプロジェクトがこの N.V. センターについて始まってまして、特にまドイツあのハーバード大学が非常に力を入れています。だけど、まあ今からこの我々が持っているナノエレデバイスや技術累積化によって差別化できれば。 まあえー、と勝てるんじゃないかという、えー、と意気込み勢いでやっておりますでまたこれらのチームとも今共同研究をどうやるかという実際に具体的なあの、えー、と話し合いが進んでいるところでございますで次の話題がチーム編成でございますが、まあ、このように理論あと材料プロセスデバイスアナログ回路そして、えー、とここは回路ですねシステムそして応用まで入れました。 だから理論から応用までのいくつかのグループでしてあの、拠点が全部で8拠点ありまして、全現在29名です。で、まあ、最終のゴールを共有して、まあ、先ほど坂井先生がございましてコンカレントな研究を実施しているつもりです。で、今後、必要に応じて必要なチーム、海外も拠点を含んで入れていきたいと考えております。 で、実際あのこのようにあのレイヤー感がまたがってますと非常に難しいのは各チームの定量的な目標を必ずこう。あのレイヤーごとに設定して、あのどうやって感度を上げているかということを、定期的な議論をして、役割と位置づけを明確化した進んでおります。進めております。ちょっとこっちがあの、ちょっと特許の関係で示せないんですけど、デモンストレーションもあのセンサーのモジュールを、えー、実現する予定です。 であの最終ゴールのコンカレントな研究の推進の仕方としましてはあの、まあ、例えばです、ね、このような理論チームがアイデアを材料デバイスチームに具体化し材料デバイスチームの方向づけをまた理論,理論チームが検討してあとこのデバイスの実験結果を理論チームが解析し、まああのあのえー、最近あの、えー、論文を提出しました。それと応用面で今度は評価する そして応用面からまたこのフィードバックするそしてモデルやシミュレーションを活用してコンカレントな研究を実施しておりますであの最後になりますが共用の設備の活用としましてはこのように筑波の拠点とあと文科省のナノプラットフォームを活用私まだあのファシリティが全然ございませんので活用させていただいておりますでまあこれ最後ですけどあのまあ最近の成果としては NV センターを四軸にばらけておりますと、まあ、感度が5 いいろろな信号のところが定まらないんですけどこれを一つにするというところを見出しましてそれをまあ最近論文にして特許にしたところですであのこの半年の反省ですが関連する分野の域通つはうまくいっているとでリンスタートでしたがチーム結成ができて研究立ち上げをするチャンスをいただ,いていただき感謝しておりますで、まあ、3週ゴールを共有しコンカレントな研究を実施していますで学生たちも最大限の意欲を持って今あの 手作りのいろいろなの測定装置とか作りながら楽しく進んでおります感謝しておりますありがとうございました